メリトポリでウクライナ軍のハイマース攻撃が激化しているとの情報が入ってきたよ。最近はロシアの目立った大規模ミサイル攻撃も少なくなってきているよね。ロシア側はやはり弾薬が枯渇していると見ても良いのかもしれないな。そうだね。さて今回はハイマースの有効性とロシア軍弾薬庫事情について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年4月6日、ウクライナの南部ザポリージャ州メリトポリのフェドロフ市長が、市内にあるロシア軍の拠点で複数の爆発が発生して死亡者が出ているほか、飛行場までも使用不能になっているとの情報をテレグラムに投稿しており、昨今、メリトポリで相次いでいる爆発がウクライナ軍の反転攻勢が近いことを示す前兆ではないかとの声が上がっていたよ。一方ロシア側もメリトポリにおける爆発に関してコメントを発表しており、それによると同市内にはウクライナ軍がアメリカから供与されたハイマースによるものと断定していて、ロシア軍が発射された6発全弾を迎撃したため被害や死傷者は出ていないと主張しているんだ。このメリトポリは、東部ドンバス地方のドネツク州を通過するロシア本土からヘルソン州や、クリミア半島へ通ずる補給路上の拠点であり、ウクライナ側が掲げた目標としているクリミア半島の奪還のために確保しなければならない要衝の一つだな。それが故に、ウクライナ軍がこの4月下旬にも実施するのではないかと見られている大反攻作戦において、その目標先として攻勢をかける可能性が最も高いと予想されているぜ。4月8日にはウクライナ軍参謀本部からロシア側が南部のザポリージャ州とヘルソン州の、ドニプロ川以東の住民を強制的にクリミア半島に退避させようとしていると発表されており、ロシア側も南部戦線においてウクライナ軍の反攻が開始されると見ていることを示唆したみたい。また、ロシア政府がメリトポリでは最近ロシア軍拠点などで爆発が相次いでいるとして、それがウクライナ軍の攻撃だと主張して反攻が近いことを匂わせつつも、それを理由に住民がロシアのパスポートを保持しているかどうかなど退避に向けた調査も行われているらしいよ。ウクライナ軍の反転攻勢の開始時期に関しては様々な憶測が飛び交っていて、ドイツメディアなどではブリンケン米国務長官が、反攻作戦は数週間以内に始まるだろうとの見方を示したと報じていたね。このような情勢の中、アメリカのニューヨークタイムズ紙は4月6日に、アメリカを中心とする NATO が3月1日時点で作成したウクライナの反攻計画に関する機密文書の一部が改ざんされた上で SNS などに流出していると報じたんだって。そこには反転攻勢の準備としてウクライナ軍は4000人から5000人の旅団規模の機械化部隊を12個編成すると記されており、それらには戦車250両を含む600両以上の装甲戦闘車両が必要との記述があったとされているほか、ドネツク州の激戦地バフムートにおいて2月下旬から3月上旬にかけてはウクライナ軍が補給路の維持に苦しんでいたとされ、危機的な状況にあると分析した記載があったと伝えていて、ウクライナ国防省のブダノフ情報局長がバフムートの状況が壊滅的であるとして、精鋭部隊を投入して反攻開始を数週間以内に実施することを提案しているという内容だったんだ。イギリス国防省によると4月7日、ロシア軍側がバフムート市内の中心部に到達した可能性が高いとの分析を明らかにしていて、同市へ前進した要因として正規軍部隊を増強した上で砲兵部隊を効果的に活用していることを挙げているよ。そして、バフムート攻略作戦の主軸とされるロシアの民間軍事会社ワグネルとロシア国防省との間の確執については、クレムリン内部ではともかくとして最前線においては関係が改善しているようだね。ロシア軍が今年の1月に攻勢を強めた東部ドンバス地方のドネツク州及びルハンシク州では、これまでに多大な犠牲を払っているが成果は上がっておらず、ロシア軍がバフムート制圧という局地的な戦果の獲得を狙っている可能性も考えられるぜ。このことについては2月25日時点でバフムートはロシア軍にほぼ包囲されたとニューヨークタイムズ紙でも伝えられているんだけど、それらの情報を取得するためにアメリカがウクライナの軍や政府の高官らを対象に諜報活動をしており、
情報を隠そうとするウクライナ軍の戦略を把握することに西側諸国が苦戦していることが伺えるんじゃないかな。4月7日にウクライナ国防省情報総局幹部が、このニューヨークタイムズ紙の報道について流出された文書には信憑性がないと強調しているけど、ウクライナのゼレンスキー大統領が同日に実施された軍司令官らとの会合において、情報漏洩対策について協議したと伝えられていることから、ウクライナ側の機密が NATO などに漏れ、アメリカ国防総省から流出した可能性は否定できないだろうね。アメリカ国防総省も当然これらの機密漏洩の報道は把握しており、事実関係の調査に乗り出しているとニューヨークタイムズ紙で伝えられているが、ウクライナ軍への武器供与計画や、現場の部隊の戦力、訓練時期などに関する情報が記載されている機密文書が簡単に国防総省から簡単に流出するとは考えにくいぜ。ウクライナの反攻の阻止を図るロシア軍にとって、大反攻作戦が実施される地域の判明に役立つことになる情報を流すことで、ロシア軍の配置や動きを明らかにしたり誘導したりする目的で意図的に流出させた疑いも出ていて、現在ウクライナにいるミック・ライアン・オーストラリア陸軍元将校も、様々な情報を流して、それに対するロシア軍の反応への諜報活動によって、ロシア軍司令部や兵站の配置、予備の部隊配置などの情報が判明するため、ロシア軍の構築陣地と部隊配置などの弱点を探ることができると指摘しているよ。ウクライナ軍が西側諸国から戦車などの支援を受けて新編成された部隊を、いつどこに投入して大反攻作戦を開始するかなどについては厳しく情報が統制されているため、西側のメディアも軍事専門家も様々な情報に踊らされている状況が続いているな。戦いにおいて情報は何よりの武器になり、弱点にもなるからね。最も厳重に守るべき部分だと思うよ。これをウクライナ軍自身が決めかねているということもあり得るけど、1000km 以上に及ぶ広大な前線のどこに突破口を見出すかについて、うちは揉めしている可能性もあると指摘する声もあるほか、もしくはすでに決定されているものの昨年のハルキウ州を奪還した反攻作戦の時と同様に、フェイク情報を流すことによってロシア軍部隊を誘導している可能性を指摘する声もあり、情報が錯綜している状態だね。一方、ロシア軍側でもウクライナ軍がどこで反攻を仕掛けてくるか全く読み切れていないため、1000km 以上に及ぶ前線全体に防御陣地を構築していることから、まるで第一次世界大戦における強大な塹壕での戦闘を再現するかの様相を呈しているぜ。ウクライナ国防省情報局長を務めるキリロ・ブダノフ少将はインタビューにおいて、ロシアとウクライナが今春、決定的な戦闘を実行するだろうと発言した上で、この戦闘がロシアによる侵略戦争を終結させる前の最終戦闘になるとの見解を示していて、この発言からも現在のウクライナ軍が時間をかけて戦力を最大化していると予想され、実際にウクライナ軍が動き出すまでの間は様々な誤情報が大量に流れることが想定されているけど、その間に大反攻作戦の準備は着々と進行していることは間違いないみたい。この大反攻作戦が失敗したら、ウクライナ軍はロシア軍を押し戻す戦力を喪失することになり、国土を占領されたままでロシアとの停戦交渉に臨むか、あるいはモスクワに戦闘機で突撃して NATO 軍を巻き込む大戦争に発展させることも否定できないんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。